ね、あの、うん、当時は今みたいにね、そういうなんていうんですか、動画コンテンツもなければ、はい、ネットもないしね、はい、その MTV もなければね、もう本当雑誌とかね、もうそういう例えばまあミュージックライフであったり、あんないうところから情報を得たりして、はいはい、あとはもう耳コピーでね、はいはい、全部あのやってた時代やったんで、はい、特にねそういうギターの譜面とかも、はい、ロックに関してはまだあんまりなかったし、はい、本当自分の耳でこうコピーして、それでみんなで練習してた時代やったんでね、はいはい、そうですね、まああの、まあ、CD も出てないんでね、あのそれこそカセット、カセットがまだなんか英語の勉強用のカセットがこう出回ったぐらいで、もう本当オープンリールのデッキがあって、それにこう、まあ、アナログのねプレイヤーからこの録音して、でまあ例えば早弾きとかやったらテンポ半分の回転に押す、抑えて、もちろんその音程とかも1オクターブ下がってまうねんけど、はいはい、そんなんしながらね何回も何回も聞いては、はい、こんな感じかなみたいなんで、ほんで練習していったんですよね。ハードロックを目指した気持ちというのはどういうところかな。やっぱね、家庭環境ですかね、僕の場合、まあ、兄弟が結構ロック好きで、はいはい、7つ上の姉と5つ上の兄がいてんねんけど、それでもう家の中で、まあ、ビートルズとかずっと流れてたり、でそのうちまあそうですね、クリームであったり、エリック・クラプトンのクリームであったりね、ディープ・パープル、レッド・ゼッペリン、もういろんなのがもう僕が小学校の小さい頃にもずっと流れてたんで、そういう環境で育ってたんで、うん、そっからですね、やっぱ入り口は、デビューしたのがね、本当僕はもう16の頃やったんで、本当まだ少年やって、もう右も左もわからん東京にね、大阪から出てきてね、それで当時あのベイシティローラーズがもう本当全盛期のすんごい人気あって、もうそれこそもうビートルズのデビュー当時みたいな感じで、出てきただけでもキャー言って失神するね女性ファンとかいっぱいいたぐらいのね、ものすごいあのベイシティローラーズが人気あって、それで、まあ、あの僕らの周りのスタッフとかがやっぱりあのグループサウンズ出身の方々が多かったんで、はい、それなんで、まあ、もう一回こうグループサウンズ的なそういうリバイバルであったり、はい、うん、まあ、和製ベイシティローラーズみたいなのを作りたかったっていうのがあって、ね、はい、そうですね、やっぱこう、まあ、アイドル仕事をしながらでもやっぱこう自分の部屋に戻ったらね、みんなそれぞれこう自分はやっぱりこうロックミュージシャンとしてこれからやっていくんだっていう強い思いがあったから、うん、ずっとまあ洋楽を聴きながらこう練習してたっていうのがあったからね、今があるんやと思うんですけどね、うん、60年生まれです、ね、64年生まれです。あ、64年ですか、はい、だったので、じゃあそれぐらいですね、はい、すごいね、あのやっぱり周りからは大反対されたんですけどね、うん、本当こうアイドルミュージックばかりずっとやってた中で、やっぱり自分らの目指してるのはハードロックバンドやし、まあ、もちろんディープ・パープル、レッド・ゼッペリンが、グランド・ファンクエラが大好きやった連中が集まって作ったねバンドやったんで、それで、うん、そうですね、レコード会社とかもミーティングして、事務所にもいろいろこう話し合いして、やっぱり自分らの目指すハードロックをやりたいからここでちょっとやらせてくれっていうね、そこから始めたんですけどね、でそんなことしたって絶対売れないよって言われたんですけどね、けどね、あのやっぱりその時はそんなに売れなかったかもしれないですけど、やっぱりこう長いスパンで見ると一番売れたのがやっぱ宇宙船地球なんですね、レイジのアルバムの中では。宇宙船地球号というアルバムを作るだけの環境というか、まあ音を作る。そうですね、まあだけど、まあ今でも
ハードロックミュージシャンが愛用してる、例えばマーシャル・アンプであったり、ストラトキャスターであったり、スポールであったり、そういうのはもうすでにもう全部その時代に揃ってたし、ね、逆に今じゃもうプレミアムついてとも高くなってるからね、あの当時のマーシャルのヘッドとかもやっぱり得ようとするし、その辺の楽器はもう全部当時揃ってたんで、あとはやっぱあの録音する側ですよね、そっちの何て言うんですかね、やっぱこうなかなか洋楽のような感じの音にならないんでね、試行錯誤を、10年とかから繰り返してましたけどね。そうですね、その辺はやっぱり自分の感覚がやっぱり一番の頼り、物差しっていうか、もう感覚でしかないんやけど、やっぱこう弾いてて一番こうしっくりくる音っていうか、もう自分のこうなんか魂に響くような、こうガツンとくるような音、もうそれが出るまでこう、まあそれっていうのはただ単にその機材とかそのアンプのコントロール、ノブの調整だけじゃなしに、やっぱりそういう両手とか、まあ体のバランスからもう全てにおいてから出てくるサウンドやと思うねんけどね、その辺は。そうですね、あのまあアマチュアで大阪におった頃はまだやっぱこうブリティッシュ系のバンドを多く来たんですよね、あのディッパープル、レッド・ゼッペリンとか。でちょうど僕が東京に行ったぐらいの頃にそのアメリカからバンヘイレンがデビューしまして、でやっぱあの自分のギターサウンドのお手本はやっぱエディ・バンヘイレンのギターサウンドが当時やっぱ一番大きかったですね。どうすかね、まあラウデンスデビューして海外行ったのは3、4年後ぐらいやったと思うんですけど、3年後ぐらいですかね、ぐらいから徐々に海外に行きだしたんですけど、まあやっぱりロック注文自体がその欧米からやっぱり入ってきた方がいいと思うんでね、だからまあなんていうんですかね、まあ歴史も欧米の方が多少やっぱ長いし、まあ熟成されてるっていうか、ロックの理解でもなんか深いっていうかね、そういうあの違いは向こう行った頃はやっぱ感じましたけど、けどもう僕が主にロックでもやっぱり、その世界一つしかないと思うんですよね、一つなんですよ、共通なんですよ、それがその音楽がロックかロックじゃないかっていうだけのことで、全部それはもう共通だと思うんですよね、ロックっていうのは、僕の中ではそうなんですよ、まあそうですね、あの2000年に今のまたあのオリジナルメンバーに、再編成してオリジナルメンバー戻ったんですけど、まあ、2008年に樋口さん亡くなってしまいましたけど、まあ、あのその時からもう一回こう世界標準で音楽をもう一回ちょっとしっかり作って、結成当時からの夢である、世界に通用するバンドっていうのをもっと実現させていこうやっていうのでね、それで今回、まあ、年一ぐらいのペースでずっとラウデンスは制作してたんですけど、それでまああの2011年ぐらいからまたあのアメリカとか海外からこういろいろこうロックフェスティバル の誘いとかが結構多くなってきて、それでまあアメリカのマネジメントであったりいろんなとこからこう、もっとちゃんと真剣にやっていけへんかみたいな話をもらうようになってね、でまああの今回のアルバムをもう一回こうワールドワイドにこうバシッといけるように制作したんですよね、大体2013年ぐらいからもう作ってたんですけど、そんなのありますか、で、まあ、今までのラジオまあ別にそんな焦ってはないんですよね、もう結構
年齢も重ねてきてますけど、まあマイペースで今まで通りずっとロックやっていけたらええなと思ってんねんけど、うん、まあ今まで通りこうほんま年一ぐらいのペースでね、うん、ゆっくり作品作っていけたらいいだけで、あとはまあ本当世界中のロックフェスはどん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 やっぱこれからもやっぱり出ていきたいですよね、うん、やっぱりフェスに出ることにおいて若いロックファンとかにもラウデンスを知ってもらうことがやっぱりできるし、そうですね、やっぱ今年、まあ、8月にもフィンランドのロックフェスバンデに行くんですけど、そういうフェスにやっぱ出演するのはすごい日本でも、欧米とかでもやっぱりすごい大事なことだと思いますね、どうなんですか、いろんなスタイルが出てきたり、そうですね、機材も進化センターの中でもまたね、再生されてね、いや、やっぱりあの時代とともにいろんなあの影響を受けて、あのかなり髪型から音楽いろいろこう、まあ核となるものは全然変わってないと思うんですけど、すごい変化してきましたね、まあ、特にあのそうですね、80年代終わりぐらいからのやっぱりグランジとかのね、オルタナティブとかあの辺のやっぱりムーブメントの影響もすごい受けたし、ニルバーナであったりサウンドガーデンであったりね、アリス・イン・チェインズとか、まあ80年代はどっちかというとこう男性ロッカーがこう女性化してたっつうかね、やっぱ髪の毛も長髪でお化粧もして、それが、まあ、グランジとか出てきた時にはね、まあ、もうボロボロのもん着てて もう髪の毛も何日も洗ってないんちゃうみたいな感じでも、結局その分こう魂がよりこうむき出しになったっつうか、まあ、それはやっぱりすごい衝撃的やったし、60年代のロックそういうムーブメントとはまた違う、なんかこう新しいものを感じたし、その辺の影響も受けて、それで今のラウデンスがあると思うんですよね。やっぱりあの音楽やっている以上はその辺はやっぱりずっと信じたいですよね、音楽で世界を変えられへんとは思わないし、多少なりともやっぱり音楽は世界影響を与えると思うんで、でロックってそのなんかバイオレンス的にこうなんかちょっと捉えられる部分もあるけど、僕の中ではやっぱりあの愛と平和っていうかね、そういう部分もすごく強く持ってるし、なんていうかこう魂をこう揺さぶる音楽、音がやっぱりすごいロックやと思うんで、高崎が一番伝えたかったものというか、どういうものがあるんですか、今回の作品ですか、今回の作品はもう本当ラウンズのメンバー4人のロックスピリットが凝縮された、もうロックの真髄ですね、一言で言うなら、やっぱこうまあ2曲目にもあるけど、こうガッツビーストロングという曲もあるんですけど、まあ、ね、震災もあってこうちょっとこう弱り気味のね、この国をもっと元気にしたいとか、多少なりともそういうなんか手助けできたらいいなと、その分ですかね、まあ、ラウンスのサウンドにはそういう人を元気にしたり勇気づけたりするそういう要素がすごくあると思うので、そういうのがこう少しでもこう、世界のために役に立てばいいなと思いますね、今活動していくと難しいし、ましてレコード会社さんバンドを育てることもなかなかできない時代だと思うんです、新人とか、まあそうですね、あの、まあ、さっきからあのやっぱり言ってますけど、こういうのはもう、言葉で言うのはちょっと難しいんですけど、本当こう魂にこう、訴えかけてくる音であったり音楽、とあとはまあ自由ですかね、そうですね、あのやっぱり自分らの中でその音楽作るときにあんまりこう
カテゴリー分けしてこう策を作ってしまうのはね、良くないと思うんですよね。うん、その時点でこう自由じゃもうなくなってるわけで、だから本当、まああんまりそういうジャンル分けとか自分の中ではラウンスはしてないですけど、もうそれはもうラウンスのロックでいいと思ってるし、ええ、だからそういう意味で、まあ、あんまりもう最初にこう自分の周りこうなんか策みたいの作らないで全部そのまま取っ払っちゃって、それで自由にクリエイトしたいと思いますね、いつも。うん、このラウダスの新作を、聞いて、もう、まあ、本当難しいことを考えないで自由に魂でこの音楽を受け入れてくれたら僕らはすごい嬉しいですし、いっぱいレコードを聴いてから、これからのラウダスのツアーライブに足を運んでいただければ、すごく嬉しいです。一緒にこれからもずっとロックしていきましょう。